南陽寺は南陽軍東西一市長柄番長にあった浄土宗の寺院。1937年、青谷義眼によって解散された。青谷義眼は、新潟県高田市寺町の善道寺出身の浄土宗の僧侶で、佐藤流派、坪月、炎修流の二成家元でもある。英領インド留学の木と英領正論や、東南アジア経由で帰国した。その際に、 サイパン島にもより、この地に関心を持った。その後、一時、牛尾泉寺の住職を務めたが、サイパンに寺を創建する決意を固め、単身でサイパンに赴任した。所属宗派の浄土宗官長からも、南洋軍島海峡の命も受けている。最初は、カナカ人の家を借りて布教書としたが、後に南洋町から土地を払い下げてもらい、道具を建てた。 1937年10月、自業交渉が認められ、他方産難用事として発足した。しかし1944年、サイパンの戦いが勃発、当時は戦火の中に消えた。住職の青柳義眼光は、海軍の命により、海軍将兵戦死者の遺骨を放じて内地に戻っていたため無事であった。しかし寺族である自分の娘を失っている。現在、 南陽寺跡地には、リゾートホテル、フィエスタリゾートスパホテルが建てられている。ただ、浄土州、大野宝山南陽寺の門中のみが残されている。現在は、源の里市寺にある、盆昇南陽寺には、修郎があり、毎日午前、午後5時に盆昇が鳴らされた。この盆昇は、こんにゃく、縁まで知られる、東京都文京区小石川の源の里市寺の、ものであった。 1844年の火災で首脳が消失した後、再建されず、盆栄は放置されたままであった。当時の源の里氏自住職が、青柳義眼光と兄弟で子だったことから、南洋寺に譲渡することになった。しかし1944年6月11日を、最後に盆栄が鳴らされることはなかった。戦後、アメリカ軍が首脳を撤去し、その際に、 盆栓も行方不明となった。1965年8月、アメリカ人と結婚した日本人女性がテキサス州オデッサの金属会社の納屋で盆栓を発見した。江戸小石川源悟氏、元禄三年古川丹後氏と刻まれていたので、源の里氏にも連絡が入ったが、当時の源の里氏は、 主郎がなかったことから、この時は、返還を断念することになった。南洋寺元住職の青山義和公も、戦後は寺の住職にはついておらず、盆栄を引き取る余裕はなかった。その後、行方知れずとなった。1973年11月、カリフォルニア州オークランドで再発見され、交渉の結果、源里佐寺に返還されることになった。 1974年10月16日に、帰産法要が営まれた。この法要には、オークランドの元所有者も列席しており、反対平洋の金と命名された。1982年には、懸案となっていた首労も完成し、据え付けられた。青柳義眼校は、教育にも力を入れ、日本人女子向けの私立高等女学校、南洋化生女学校、島民女子向けの、 技芸女学校を開校している。また、当民男子向けに、浄土衆本山の協力のもと、優秀な人材を内地留学させ、東京の旧正中等学校で学ばせた。卒業者は、南洋軍島一の大企業である、南洋共発に就職したという。ありがとうございます。